はいどうも皆さんこんにちは、ピオツキチャンネルペネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3マッチやっていきたいと思います。今回使っていく武器はこちらです。ヒーローシューターレプリカですね。こちら9番ボムウルトラショットを持っている武器となります。今回は9番ボムを活躍させるためのインク効率のサブを2つです。あとはフェスティですね。ってことでガチヤグラいきましょう。スタート。まあこの武器でガチヤグラと言ったらやっぱ9番だろっていうね。9番、ギリギリ2連投できないのでちょっと回復して。まあ別に2連投しなくても強いよこいつは。9番という武器とメインのこの性能を合わせたら向かうとこ敵なきだぜ。噛んだわ。めちゃくちゃかっこよく決めようとしたところ噛んだ。向かうとこ敵なしだぜって言おうと思ったら向かうとこ敵なきやでつ。なんだつ。すごい独特な噛み方した。さあということで頑張っていきましょう。第1戦目、長射程はいないでほしい。関係ない笹風呂関係ない笹風呂か、関係ない笹風呂かと思った。さあお相手はジェットスイーパーカスタムロングブラスタースプラシューターのスプラシューターコラボ。こちら側ヒーローシューターレプリカ、ドライブワイパー、若葉シューター、ソイチューバー。回復します。貼り付けます。置いときます。はいボンバー、はいオッケー。はい、帰る。ウルトラショット、ウルトラショット、ラスト耐えたい。あロンブラーさすがに無理だね。さあただ59カウント、関門1突破。こちら側はとりあえずやべ、ロンブラか。うえっ、あのタイミングで直撃を当ててくるのと、マジかよ。うわソイチューバー以外軒並み落とされたぞ。ソイチューバーも落とされたぞ。なあくそー、スプラシューターやばい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 。敵にロンブラがいる以上こちら側はあんまり、どうしよう。はあ、ようやくだが、ほーらこうなる。こうなるからやばいんだよな。どこにいた？スプラシューターそこか。さあスプラシューターとヒーローシューターレプリカマジで全くもって中身が一緒です。9番ボムを向こうが使えることも一緒です。オッケー、さあ耐えろ。よいしょ、まだいるだろあそこに。ダメ、9番だけ立ったけど落ちないね。ロンブラがマジで厄介。あいつが残ってる限りこちらは取れない。てか取ったところでっていうことになる。うわー9番おー一人狙いしてる。よっぽどヘイトが溜まってんだな。ソイチューバーが一人狙いしてるわ。丸美さんはね、1人狙うのと、複数に2人以上狙うのとで、発射する発数が違います。ボンバー、ボンバー、やられましたね。スプラッシュボムってことは、スプラッシュ歌コラボだね。さあ、やられていく。勘弁してほしい。あ、なんか当たったな。やったぜ。
とりあえず牽制します。いった、なんでここ届くんだよ。位置がバレてんね、やっべ。全部持ってかれた、柱に全部吸われた。くそー、せっかくいいタイミングで発動したと思ったのに、あそこのロンブラを落としてやろうと発動したウルショが全て3発全て一つの漏れもなく全て食われた。本当に多分1フレームレベルで間に合ってないな、これ1フレームは言い過ぎか、 0.00 単位で間に合ってないんじゃない。これ本当に今乗った瞬間だってよ。ただトリトルが敵にいる状況はね、十数カウントまで持ってくのは絶望的ではありましたけどね。ただ諦めたくはなかった。負けてしまったか。9番ボムが使えますね、やっぱりそこの部分をうまく使っていきたいが、勝ちたい。アマビだったらいいんだけど、スメーシーだとね、いやどっちでもか。ダメな時はとことんダメだもんな。綺麗に側面登ったな今。こんなに綺麗に側面登ることあるってぐらい綺麗に今行った。えい、スルーって難しくない？なんで今行けてたの。あ、そうそう、これえ、どうしてたの。はあ、ちょっと上入力かなんか変なことしてたら通信がエラーになった。あーって、待ってプルプル、僕悪いイカちゃんじゃないよ。さあ、ちなみにそういえばイカちゃんで思い出したんですけど、あのこのイカちゃんってインクリングっていうじゃないですか。でインクリングとタコゾネスだと思ってたんですよ僕。だからイカとタコだけど、タコゾネスっていうのはアマゾネスのところからもじってるから、まあ女性っていうところ、アマゾネスっていう女性だけの部族のことからもじってるから女性しかいないと思ったんですが、正式名称はオクトリングっていうらしいですね。あれインクリングとオクトリングらしいです。ほえーってなった。トリング初めて聞いたんだけど。さあ、お相手リッター 4K ホットブラスターとモミジシューターが2人。モミジっていうか、まあトーピードには強いです。こちらがバリアブルローラー、ヒーローシューターレプリカ、モミジシューター。危な、はい、いいよ、はい、ワップワップ、とりあえずは、あー、行ったそこね。よし、ほっ、ちょっと隠れましょう。ガー、ダメージは受けてますね。さあ、とはいえ28カウントいいカウントまで持ってきましたね。向こうはね、ホットブラスターが唯一バリアですが、それ以外全員ホップソナーなので、まあ合わせられると非常にめんどくさいですが、
あのボムを消される恐れはない。にゅるっとな。じゃあ乗ります。で刺します。あ、誰かいた。ほいっと、一応飛んどきましょう。はい、9番さよなら。マジか、生き残ったか。うまいね。くぅ、とはいえ9番を刺してやるっていうのがね、9番が矢倉城に設置しやすいことからね、すごい矢倉城攻防が強いです。おいおい、オッケー、ホットブラスターだね。じゃあ私刺しますね。アイボンバーあー取られたか。もうちょい回復してもう一回刺してもよかったかもしれませんね。あーんと関門は突破されてしまうか。あそこの関門止めやすいからよかったんだけどね。 OK、 あーっとボンバー、ちょっとでもいいからダメージが入ってくれるとよかったんですが、28と73、残り2分あるから余裕でまくられよう、まくろうと思えばまくれちゃうね。 OK、 いい3発、はい、よいしょ。ここは何それ同時に2つのさ、ホップソナーが着弾したのを綺麗にワンジャンプでかわしたの、めちゃくちゃかっこよかったんだけど。ナイス。さあそれ防いでくれたのはありがたい。こちら側がパブロいるから近距離は強いんだが、その分リッターには弱いんだよな。まあ9番刺し続けろ、大事なのはお前の。オッケー、ほっ、いいよ、ウルシャ当てたいね。おーっと、うわーっと、ロボム、ロボムはホットか、ホットブラスターね。おー、ジャンプ早い気がしたけど、別にジャンタンは積んでないのか。刺しときましょう。刺しといて損はね。あ、いるね、入ってるわ。逃げろ、オッケー、おーいしょ、オッケー。あー、後ろに刺されるとさすがに、いってー、これは、これは気づかなかった。60とホップソナーか、ぴったりやられるんだよな。さあ警戒度を上げていきましょう。そこ塗ってるってことは来てる。邪魔だよ。オッケー、潰した潰した、ナイス、オッケー。あー怖っ。ただホップソナー3人はね、ちょっと偏りましたね。9番のボムがこっちにいるから、他のボムとかは、他のサブがトラップと、パブロだっただからスプラッシュ、スプラッシュボンかで、モミジシューターのトーピード、お、金称号3つ、いいね、ナイス勝利。そしていい感じに上がってく。一足いらないさあトラップ、スプラッシュボム、9番ボム、トーピードだったか今回のこちらのサブ。いやー、もみじシューターが暴れてますね。すげえ、2デスで18キルしてる、それは強いな。トーピードはね、
動きまくる矢倉のせいですごい捕捉しづらい時はありますけどね。確かにこれを本当にジャーンプみたいにやるのが難しいな。なんで意識してない時はニュルッといけちゃうんだろうな。さあ頑張りましょう。クロウサブラスターっていう方がいるけど、ブラスター持ってるかな。持ってない。あれはブラスターか。いいえ、あれはスクリュースロッシャーです。さあナイスを返ってきた。いい職場。お相手スクリュースロッシャー、バレルスピナーの、バレルスピナーデコ、そして、デュアルスイーパーカスタム。あ、届かないわ。なんで他の方がいねえんだって思ったら落ちてんのかこれ。さあ、あとは敵はゴツガロンか。今回強制カウントストッパーはいないね。味方にはいないか。まあ一応丸みさをそういう系統に入れることができるかと言われたらそうかな。ダメか。トウ適当打ちです。最後の一発は、うわ当たってない。バレーでこううまいね。おお落とされていく。バレーでこが強いぞ。あいつマジで近距離ファイターとかすからな。あい、出た。うわ直撃食らったか。さあ、いやトピも落とされてくか。やっぱスペシャルで絶対に消せないところで、あーゴツか。デュアルスイーパーカスタムは落とせているが、あれ間に合ってない。くぅ間に合わなかったが、さっきからこういうの多いな。ちょっとの差が勝敗を分ける。こういう時こそイカ速が勝負を分けんだろうな。勝負を分けるっていうか、ちょっと戦況を変える一手になるんだろうね。いやー、やられましたね。バレデコが強かった。うまかったですね。スクスロもうまかったけど、これでバトル1位だよ。1キル1キルでバトル1位と言われても、なんか嬉しくもなんともないな。4デスしてるし、そもそも。まあバレデコが強いよりもスクスロだったのか。そうだね。デュアルスイーパーカスタムしか得られてねえじゃん敵。じゃあこの111ってそういうことか。全員デュアルスイーパーカスタムを1回ずつ倒してる1回だこれ。いやー、それは何なの。相手に気持ちよくさせるだけの。いやー、てかあれなんだね、誰もそこの部分でサポートのアシストの部分を誰一人その3キルしたところに関わってないの、やばくない。さあお相手はエクスプロッシャー、トライストリンガー、必戦ヒューのパブロ。こちら側がラピッドブラスターデコ、ラピデコのヒーローシューターレプリカ、モミジシューター、そしてトライストリンガーだね。さあエクスプロがまず怖えんだよ。落とした。あエクプロが怖いけど、おいい棒。うわっ、
ッケー、ヤグラ乗りうまい。私死ぬねこれ。トラストそこかわします。あっ足元ザッスザッスけっ、あっようやくやられた。いやー一人で持ってったよ、頑張って24カウントまで頑張ったんじゃない。これはヤグラ乗り強え。味方のホップソナーがいい盾になってくれたってのもあるけどね。さあこれはさすがにきついね。バレるバレるバレる。行きます。うっ、おーうまっ、乗ります。ヤグラ乗りしかしてねえけど、ヤグラ乗りの技術はそこら辺のね、まあ乗れてない人よりかはうまくやれる自信はあるぞ。ヤグラ、ヤグラだけはなぜかね肌に合う。ヤグラに乗ってる時が一番幸せなんじゃー。ゲーソパンプー、ナイス。横の人も金称号を取ってくれたみたいですね。カウント進行ベストカウント注目された時間。ヤグラに乗ってたらそういうものだよ。みんなヤグラの人落としに来るから。いやでもうまくかわしましたね、頑張ったよこれ。いや味方がすげえ活躍してる。いやーでもまあヤグラに乗り続けた僕偉いということにしておこうよ。いや実際偉いよ、すげえ頑張って乗ってたよ僕。でも味方が強かったね。いやー本当に敵の対角線を取り続けるっていう別ゲームが始まるからね。あれただエクスプロッシャーがミスってくれたおかげですね。トラストさんはねまああの動き方でいいんだけど、エクプロをね上の部分飛び越えてこちら側に直接着弾してくることも普通にできるので、いやーなんとかでもなってよかった。ということで今回は4戦やって2勝2敗ですね。いいスコアじゃねえか。五分五分ですね。五分五分は勝ちです大体ね。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんもねヤグラをもしやるときはこちら9番ボムを軸にして刺してそれを中心に立ち回ってみると、お相手としても逃げるかヤグラの上に乗り続けてもこちら側がこう打ち続けていることによって逃げるルートをミスれば9番に巻き込まれるし、メインに巻き込まれるし、それじゃそれをしないで降りてくれたらこちらはこちらでヤグラが進められるから、インクをもう一回回復しておいて9番を置く準備をするっていう風にするとすごいねヤグラ上で戦いやすくなります。お相手からすると一番嫌だもんね。登ってこようとしてもボムが置かれてるっていう状況、それが一番嫌なので積極的にね置いて敵に嫌がらせしましょう。遠距離攻撃はなんとかかわしましょうっていう感じですね。ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。